今日はオンライン上の授業なので画面上から失礼します。この度新潟市のクリニックから内定をいただきました。患者様に安心していただけるような医療事務員を目指します。自信を忘れずに頑張るので応援よろしくお願いします。